はい、皆さんこんにちは。本日の動画は、まぁ、ちょっと最近濃いめのデニム、なんかいいのないかなというふうに探してたんですけども、まぁ、そんな中でね、ユニクロでちょっと良さげなデニムを見つけたので、今日はそちらのご紹介をさせていただきます。で、今日ご紹介させていただくデニムに関しては、まぁ、別に新作のデニムというわけではなくてですね、前から発売されている商品で、まぁ、かつ直近ちょっと値下げをして、めちゃくちゃこう安くなってたので、まぁ、すごくね、お買い得だなと思って購入したんですけども、まあ、実際にこう履いてみてすごく良かったので今日はそちらのご紹介をさせていただきます。で、まあ今日の商品ですね、値下げをされてるからか結構どんどん在庫がなくなってきている状況ではありますので、まあ今日の動画を見てね、気になった方はぜひ早めにチェックをしていただけたらなと思います。はい、ではもう早速商品のご紹介に移れればと思うんですけども、まあ僕はこんな感じでファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。の方もやっておりますので、気になる方はこちらもチェックをしてください。はい、ではね、もう早速いっちゃいましょう。はい、では早速ね、商品のご紹介をできればと思うんですけども、本日ご紹介させていただく商品はこちらのレディースのバギージーンズの丈長め 81.5cm のタイプのものになります。僕こういうリジットみたいなネイビーカラーのデニムって持ってなくてですね、なんかこうちょっと太めでいいデニムないかなと思って探してたところですね、こちらが目に入りまして、まあ、バギージーンズ丈標準のものは履いたことはあるんですけども、まあ丈長め履いたことなくてですね、なのでまあ実際どんなもんなのかなと思って購入をしてみました。まあシルエットに関してはですね、すごくいいバランス感だなとは思っていて、まあ細すぎず太すぎず絶妙な太さになってます。まあ、特にテーパードもされてなくてストンと落ちるようなシルエットにはなっていて、ここのボタンのところもユニクロのロゴは入ってるんですけども、意外となんか遠目で見た時はすごく高級感があるような見た目にはなってました。で、何よりまあちょっとこの色味のパンツ1本欲しいなと思ったので、まあ、今回ネイビーを購入したんですけども、こう色味もねすごく綺麗だなというふうには思いました。はい、というわけでまずはね、着用感とか見ていただければと思いますので、そちらをご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。今ね、着用感見ていただいたかなと思うんですけども、丈長めいいですね。まあレディースの丈長めってやっぱりこう足長効果もすごくありますし、まあ、シルエットもやっぱりこう綺麗なので、僕は丈標準よりも長めの方が好きだなと改めて思いました。28インチを今回購入させていただきまして、ウエストはもうちょっと下でも履けるかなとは思うんですけども、まあこのパンツはね、太く履いた方が結構かっこいいかなとは思うので、もうちょっとこうインチを上げてドカッと履くスタイルでもかっこいいのかなというふうには思いました。178cm、64kg で、まあ、28インチでこのぐらいになりますね。まあ、やっぱりこう足長効果がめちゃくちゃあるなと思って、まあ、夏場とかはね全然これに T シャツとか1枚で、足元ちょっと、まあ、ごつめのブーツとか合わせてもかっこいいかなと思いますし、まあ、コンバースとかセルナでちょっと外してもかっこいいのかなというふうには思いますね。はい、せっかくならもうちょっとこう太く履きたいなみたいな方であれば、もうちょっとねインチを上げてドカッと太めで履いても
もかっこいいかなとは思うので、まあ、そこは結構好みになりますかね。意外と僕ちょっとこの色味のパンツ持ってなかったので普通に普段着で着れるかなっていう感じですね。なんか年を重ねるごとにですね、どんどん服装がシンプルになっていくといいますか、こういうなんかシンプルな合わせに、まあ、アクセサリーとかそういうのでちょっとアクセント入れるぐらいがね、最近好きなコーディネートになりますかね。はい。まあ、太めのジーンズを探しの方は、このパンツすごくいいかなとは思ってますし、まあ、色展開も、在庫残ってるカラーはそこまで多くはないんですけども、まだまだ使えるような色味、まあ、ブルーとか、まあ、このネイビーとか、そのカラーであれば、まだもうちょっと在庫は残ってたりするので、まあ、気になる方はぜひね、ユニクロのサイトチェックしていただけたらなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。というわけで本日の動画はこちらのユニクロのレディースのバギージーンズの丈長め 81.5cm のご紹介をさせていただきました。個人的にはこのネイビーの色味はですね、まあ落ち着いた色味ですごく好きだなと思ったのと、シルエットとかね、丈の長さがねすごく好きで、まあ足長効果もありますし、いろんなコーディネートにもね合わせやすいパンツかなとは思ったので、まあなんか太めのデニム何かいいのないかなとお探しの方とかはね、ぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、ではこんな感じで今日の動画を終えさせていただくんですけども、まあ、僕は普段からファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。インスタグラムの方もやってますので、気になる方はこちらもチェックをしてみてください。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。